テレビ開幕党、靴沢亮次です。本日は質問の機会を与えてくださりありがとうございます。豊島区の福祉予算健全化のため、外国人生活保護の新規給付に反対の立場から質問させていただきます。1、豊島区内の生活保護の総件数と総給付金額。2、外国人生活保護の総件数と総給付金額。またその割合。3、国籍別の生活保護件数と金額をご答弁くださるようにお願いいたします。差別を助長するような意図は全くありません。反対理由が3つあります。理由1、日本特に豊島区に居住する必要性必然性の問題。豊島区に生まれ豊島区に育ち、そして自分は多分豊島区で人生を終えるのだろうなとお考えの方がたくさんいらっしゃると思います。我々日本人は日本で生まれ日本で生きて日本で人生を終えるのが普通です。中には他国に骨を埋めることを夢に見ている日本人の方もおられるかもしれませんが、非常に少ないと思われます。その我々日本人に比べ、外国で生まれ外国で育ち今は日本にいる豊島区にいるという外国人の方々は変えるべき祖国があります。外国人の方々は日本特に豊島区にどうしてもいなくてはいけないという必要性と必然性が我々日本人よりも断然少ない、あるいは全くないのです。我々日本人は日本で生まれて日本で生きて日本で終わるのです。それが一般的であります。日本しか居場所がない我々日本人と変えるべき場所が他にちゃんとある外国の方とは、その扱いを区別して叱るべきであります。これは全く差別ではありません。区別であります。理由に法的な問題があること。最高裁判所平成24年、かっこ行非かっこ閉じ第45号裁判の判決文に、外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しないという記載があります。外国人生活保護には法的な根拠は全くないと最高裁が判断したということであります。にもかかわらず、外国人生活保護は現在もなお行われているということは適正で健全な福祉とは言えません。またさらに憲法全文に、国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使、その福利は国民がこれを享受するとあります。これは要するに国民による国民のための国政という意味であります。国政とあるのだから地方政治は別という憲法学者の主張を耳にすることがありますが、ここで言う国政とは我が国の政治であると解釈すべきであります。外国人に福利を与えるなとは書いてないという反論があるかもしれませんが、国民がこれを享受しとあえて記述があるのは日本人に限定すべきという意図があると考えます。以上のように法的義務がないかつ憲法に沿ってもいないものに対して、前からだからかわいそうだからという曖昧な理由で漫然と法的根拠が皆無の福祉事業を続けていていいものでしょうか。つい最近、生活保護給付額が若干減額されたようですが、区内在住の生活保護の日本人男性が次のように私におっしゃっておりました。法的根拠が全くない外国人生活保護のために予算が食われて、我々日本人への給付額が減らされているかと思うと腹が立つと。この法的根拠が全くないということは意外と知られてきております。理由3、外交の基本原則に反すること。友好的に国には友好的に、敵対的な国には敵対的に接するという相互主義が外交における大原則です。友好的な国に敵対的に接すれば、それは理屈が通じない横暴な国家として国際社会の信頼を失い、敵対的な国に友好的に接すれば搾取され国益を損ねます。この外交相互主義は非常に合理的であり、逸脱することによる我が国の利益は全くありません。
外国で暮らす日本人が困窮したときに、その生活を保護してくれる国はあるでしょうか。私は過分にしてそんな国は聞いたことがありません。外国政府は自国内にいる日本人の生活を保護しないのに、日本は日本にいる外国人の生活を保護するというのは、外交相互主義の大原則から完全に外れています。外国人は日本人の生活を保障してくれないのに、日本人だけが一方的に外国人の生活を保障するっておかしくないでしょうか。私は大変おかしいことだと思います。豊島区役所に外国人が生活保護申請に来たならば、その方の国の大使館もしくは領事館に連れて行き、お宅の国民が困っている、連れてきてやったというのが正しい行政措置であります。ほとんどの国がそうしているはずであります。生活に困った外国人が自国の大使館や領事館に相談せずに豊島区役所を目指すということも全くおかしな話であると思います。世界で唯一こんなことを行っているのは日本だけです。自国民に日本の生活保護を受けさせている国の政府もどうかしております。もしも外国政府が困窮した日本人の生活を保護しているならば、いや、ご迷惑かけて申し訳ない。すぐ引き取ります。と日本政府は言うはずであります。外国政府は、自国民が日本政府に面倒を見てもらっていることを知らんぷりして放置する恥知らずばかりであります。豊島区にはアメリカ人の生活保護受給者もいらっしゃるようですが、世界一豊かな国家アメリカが何やってるんだと言いたいです。なんで日本政府が世界一の金持ち国家のアメリカの国民の面倒を見なくちゃいけないんですかね。日本政府は自国民を放棄した恥知らず国家にいいように利用されていると認識すべきであります。この外国人に対する生活保護は66年も前の昭和29年5月当時厚生省であった社会局長の一本の通知から始まりました。以来、全国の市長や議員や行政が何の疑問もなくそれに従っているのはおかしいと思います。憲法全文にある政治を行使する国民の代表とは、選挙で選ばれた政治家であるべきであります。この通知を出した局長は選挙で選ばれたわけでもない一公務員です。投票によって政治を託された政治家がその通知に漫然と従い続けていることはおかしいと思います。66年前に局長だったということはもはやご存命ではないと思いますが、この方が死してなお全国の政治家と行政がこの方の通知に従っているのはおかしくないでしょうか。この局長は独裁者か何かだったのでしょうか。これはまさに民主主義の破壊であります。以上、私が外国人生活保護新規給付に反対する理由を述べました。ご清聴ありがとうございます。区の生活保護受給についてのご質問のうち、区内の生活保護の総件数と総給付金額についてのご質問にお答えいたします。なお、金額については来数で申し上げます。区内の生活保護の総件数と総給付金額につきましては、平成29年度は6191世帯151億円、平成30年度は6140世帯147億円、令和元年度は6068世帯148億円でございます。次に、区の外国人生活保護受給についてのご質問のうち、外国人生活保護の総件数と総給付金額およびその割合についてのご質問にお答え。外国人の生活保護の総件数および割合については、平成29年度は147世帯、平成30年度は148世帯、令和元年度は145世帯で、全受給世帯に占める割合はいずれも 2.4% となっております。また、外国人受給世帯の総給付金額および割合については、平成29年度は4億5000万円 3.0%、 平成30年度は
4億3000万円 3.0% 令和元年度は4億5000万円 3.1% でございます。次に外国人生活保護受給者の国籍別内訳についてのご質問のうち、国籍別の生活保護件数と金額についてのご質問にお答えいたします。国籍については10世帯以上が受給されている韓国、朝鮮、中国、台湾、フィリピンの状況について申し上げます。韓国、朝鮮は平成29年度68世帯、平成30年度69世帯、令和元年度67世帯で、保護費については各年度とも6円。中国、台湾は平成29年度25世帯6900万円、平成30年度25世帯7000万円、令和元年度27世帯8500万円。フィリピンにつきましては、平成29年度13世帯4000万円、平成30年度13世帯4000万円、令和元年度12世帯3800万円となっております。その他、アメリカやブラジルなどの国籍の世帯が生活保護を受給されております。以上をもちまして、楠沢良治委員のご質問に対する答弁